やってますね。やってます。まさかあるとは思わなかったですね。政令指定都市になってから、なんかこういうのが一気に、ね、なくなった。感じでやってるみたいで。はい、スピチューブ始まりました。はいね、今日はね、ちょっとね、昔ながらのものを見つけたんで、ちょっとね、撮っていこうかなと思います。果たしてその、何なんだとね、思うんですけど。皆さん、こんにちは。ご紹介する動画は、再編集版になります。今回の内容は、山奥で昔よく見かけた大人の DVD 自販機のご紹介です。数年前まで岡山県には何店舗か存在しておりましたが、販売者が相次いで逮捕されたり、売り上げが低下して撤退したりで、現在では存在しないと思いますが、過去の動画を再編集してお届けいたします。わかりました。これですね、昔ながら。男のロマンが。夜な夜なみんなここに通って行ったんじゃないでしょうか。この歌詞どうなってるのか。早速入っていきたいところですが、撮影はかなり制限した中で行います。この DVD 販売機がどういうものなのかよくわからない方は友達に聞きましょう。やってますね。やってます。で、何が？制限しすぎてちょっとアダルティーかもしれません。ここはちょっと、こうします。映せないですけど、値段が1000円、2000円。で、こっちも2000円、2000円ばっかですね。4台並ぶ DVD 販売機の横には年齢確認の機械があった。右のスクリーンはカメラだろうか。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、1000円のみ対応しとるみたいですね、札はね。で、まあコインを入れたりとか、でこのボタンを押してみたいなね。まあ、参考なんですけど、まあ、こういう感じでやってるみたいで、結構ね、内容的には B 級な感じですね。で、なんかそういうおもちゃみたいなのも売ってますね。販売しているものに関してだが、売れ残った B 級な DVD や需要のありそうな小道具、中古の DVD もあったような。いずれにせよ山奥の場所では需要があるのだろう。今回ね、 DVD ショップをね見てみたんですけど、このね、政令指定都市の岡山にまさかあるとは思わなかったですね。岡山でもその有名なね、こっそり堂とかいうこういうのがあったんですけど、もうそれもね、全部ね潰されてしまったっていうかね、いろいろ昔もね自販機とかがあったりしたんですけど、政令指定都市になってからなんかこういうのが一気にねなくなったんですけど、まだねこの岡山でも残ってるっていうのがねすごいなって思うんですけど、はい、ぜひね、気になる方は、はい、このねバス停ですね、このバス停のもう真横にねあるんですよね。はい、まあ、ぜひねバス乗りながらこっち来てもいいしみたいな感じなんで、本当にね人気のない
人気のないエリアにあるので、はい、というわけで皆さんご視聴お疲れ様でした。ですね、この動画が、2019年の初め頃だったかな、ちょっと記憶がないんですけど、これをね投稿してから、一気になくなりました。玉島とか、南区の方にもあったんですけど、今現在では完全になくなりました。だから何年前かな、そのだいたい20年前かな、20年前ぐらいとかは結構ね、むき出しになって、もう全然そういうコンテナっていうかね、中に入ってなくて、その自動販売機だけがポツンとね山の中にあったりとか、そのまあ本を売ってある自販機もありましたね。まあ内容はもうその今回の、内容とほとんど、一緒かなという感じだったんですけど、もう今となってはもう全然ないですね。だから最後に見たのがこの動画と、いうことなんですけど、やはりね、なんかいろいろとね、子供たち、子供にとってあまり良くないと、いうことで、なんだろうな、法律が変わって、こういう感じになったということです。はい。まあ、なんか、改めてこの動画を見たんですけど、すごい懐かしいなというか、懐かしいというか、なんかあったなとか、昔ね。だからお父さん、お母さん、おじいちゃんとかは、なんか、ああ、あったな、あったな、みたいな感じでね、なんか、言われる方がおられると思うんですけども、多分今のね、若い子とか、何なんだと思ったり、ダサいとかね、あるかもしれないですけど、本当にもう今はもう完全に、店舗向け、店舗というか、なんとか書店とか、そういうところでね、売られるようになったんで、まあ昔はこんな感じで、なんか、すごい、レアリティというか、なんか男のロマンというかね、あったんですけど、今現在ではこんな感じになっております。はい、というわけで、またね、ご視聴の方よろしくお願いします。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。